確かスイッチって2060年までしかいけないよね。あ、ここまでだね、限界。12月31日、23時57ぐらいにしとっか、オッケーオッケー。あー、今から通常はいけない2061年になります。さあ2061本体設定も2061円になってますが、ここで日付をいじくろうとしても、あ、2060円になってんだよね、このように。さあ、ここで1日放置すればいいらしい1日が経過してですね、2061年の1月2日になりました。起動していきましょう。うわっ対応外の日付が設定されています。ホームメニューから日付の設定を2000年1月1日から2060年12月31日の間に変更してゲームを再起動してください。すごい起動しない